よかすぎせーの七色劇場さあ、酔ってらっしゃい、聞いてらっしゃいなんだか賑やかだね。入りアのビワの種の甘露2回そうだよ、お客さんビワといえば甘くて果汁たっぷり なのに、あまり多くは生産できない、いわゆる、高級果物だよね。おお知ってるよ。長崎の茂木地区は、ビワの名産地として有名だろ。いや、お客さんよくご存知。今日はね、そのビワのお話なんだけど、お客さんはビワのどこを食べてるえどこを食べるってそりゃ、皮を剥いて身をガブリ。ああ、美味しかった。お客さん、種は食べないの 派手食べないのって、イリキワさん、無茶言っちゃいけないよ。あんなもの硬くて食えないだろええー、それはもったいない。もったいないって、イリキワさん。あんた食うのかい私私はね、大好きですよ。どうやって食べるかって、よくぞ聞いてくださった。いや、何も聞いちゃいないがね。まあ、しかし、なんか気になるね。どういうことだいそう、よくぞ聞いてくださった。 株式会社エリキアの長崎産ビワの種の甘露に。ビワの種って老化や不調を抑えるポリフェノールがたっぷり含まれてるんだって。そんなビワの種をエリキアでは茹でこぼしを7回行い、不要な成分だけを抜き、長い時間をかけてじっくり煮込んだんだよ。 そしてこの度、農林水産省主催のフードアクション日本アワード2016に入賞。だから自信を持っておすすめしてるわけ。そうかえー、ますます気になるね。いや、私もね、最初食べた時は驚いた。種なのに柔らかい。そして何より甘くて美味しい。い甘いと言っても、くどくない甘さで、私なんかはサラダとあえていただいてるよ。よっしゃ。 そしたら、家内の分も買ってやるかイリキュアさん、ビワの種の甘露に2個もらえるかいあいよンマイドアリンお値段は2個セットで2160円。送料が510円。お問い合わせ先は、FM いサハや095727の0771まで。種も仕掛けもないけれど、イリキュアといえば、ビワの種この度は、 ご拝聴ありがとうございました。お後がよろしいようで。